こんにちは、タケです。今回はやりたいことが見つからないという悩みを一撃で解決する方法、これを話していきます。タイトルを見て、やりたいことが見つからないという悩みを解決することと心の問題の改善、何の関係があるのって思ったかもしれません。実はこれには 99% の人が知らない明確な関係性があるんです。ところであなたにとって5年後、10年後、20年後と生涯を通して続けたい行動や目標は何ですか？もし今あなたが答えられなかったのであれば、この動画は最後まで見る価値があります。一度よく考えてほしいんです。もしあなたのやりたいことが見つからないまま、このまま5年、10年と時間を過ごすと、どんな自分になりそうでしょうか？それはきっとあなたの望む未来ではないですよね。でもこの動画を見ているあなたは大丈夫です。おそらく適応障害で悩む方にパーソナライズした専門サポートは僕が日本一だと思います。そして僕のチャンネルでは何度も紹介しているのですが、心の問題を本質的に改善するということと、あなたが今後進みたい道に進む上で大切な技術は同じです。もしこの動画を見ているあなたが心の底からやりたいことを見つけて、朝起きることが待ち遠しくなるようなやりがいのある毎日を過ごせる自分になりたい、自分の思いを自由に表現できる自分になりたい、困難の中でも毎日充実感を感じる自分になりたい、そう思っているのであれば、心の問題の有無に限らず、今回もかなり貴重な話をすることになります。この動画を最後まで見て、ためになったと思ってくださいましたら、その時はぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではスタートします。早速結論をお話ししたいんですけど、今回紹介する方法はおそらくやりたいことの見つけ方という業界の常識を覆すことになります。なぜなら今世の中で言われているいわゆるやりたいことを見つける方法、これだけでは不十分である場合がほとんどだからです。なぜかというと、正直この動画を見ているあなたはあらゆるところでやりたいことの見つけ方っていう動画や本を見ていたり、やりたいことを探す努力をしていて、その方法をもう理解してますよね。自己分析をする、目の前のことに一生懸命に取り組む、これまでの経験の中でやりがいを感じたことを深掘りするなど、すでにあなたはこれらのことが大事ってことはもう理解されていると思います。そして適応障害や心の問題で悩む方は勉強熱心で誠実な方が本当に多いです。きっとあなたもこれらを勉強して試してはいるんだけどうまくいかない、この繰り返しなのではないでしょうか。はっきり言います、皆さん今日はこれらを全て忘れてください。もちろんこれらは意味のある方法ですが、あることをするだけで今この瞬間からやりたいことを実現できるあなたになることができるんです。いやいや、そんな魔法みたいなことあるわけないでしょって思うかもしれません。しかしこれは科学的根拠と僕や講座生の実体験の事実ベースでの成果実証済みの貴重な方法なので、あなたが望むのであれば今この瞬間から意味のある変化を起こせるようになります。じゃあそのやりたいことの見つけ方とは一体何なのか、今この瞬間からやりたいことを見つけてそれを実現できるあなたになる方法、それはあなたの大切にしたい価値観を明確化して常にその価値観とつながることです。え、価値観の明確化？価値観につながる？意味がわからないんだけどって思われるかもしれませんが、ここからは適応障害の克服はもちろん、今後あなたが進みたい道に進んでいくにあたって本当に大切な本質を話していきます。早速価値観を明確化するということについてここから具体的にお話ししていきますが、その大切な前提として、今回の動画ではやりたいことイコール価値観に従った行動であるということ、そしてあなたは今この瞬間からやりたいことを実現することは可能であるということ、この2つだけはぜひ覚えておいてください。それではまず価値観を明確化するということはどういうことなのかということをお話しして、次に価値観につながるということについてお話します。ではまず価値観を明確化するということについてお話ししていきますが、価値観とはあなたが人生を通して自分を動機づける終わりのない継続的な欲求のことです。これだけでは分かりにくいかもしれません。価値観について具体例を挙げるのであれば、新しい知識を学ぶ、他者と信頼関係を築く、他者に貢献する、ありのままの自分でいる、このようなものです。もちろん一人一人によって異なるので例を挙げるとキリがないのですが、このようなものって終わりがないですよね。価値観とはこのようにあなたが人生を通して継続したい行動指針のようなものだと考えてください。ここで大切なのは、今挙げたこのような価値観は今この瞬間から実現可能かつ終わりのないものだということです。そして価値観につながるとは、あなたの日常生活からの行動すべてをこのような自分の大切にしたい価値観を実現していると認識した上で行動を
行うということです。つまり簡単にまとめると、まずはやりたいことを見つけるにあたって大切にしたい価値観を明確化するということが第一歩目なのですが、それだけでは実は不十分で、普段の日常生活レベルからその明確化した価値観につながった行動を意識的に取ることが大切だということです。あなたはここまで聞いて、価値観を明確化して常に価値観につながるっていうこととやりたいことを見つけるってことがどう関係しているの、なんで価値観を明確化することが大切なんですかって思うかもしれません。もちろんこれにも根拠があります。今回は価値観を明確化させることがあなたのやりたいことにつながる、もっと言うと今この瞬間からやりたいことを実現できるあなたになれるという理由を3つ紹介していきます。1つ目は、価値観とは私たちが進みたい方向で終わりのない継続的な行動であるため。2つ目は、人生の困難な時期でさえやりがいを持って過ごすことができるため。3つ目は、価値観とつながった人はより多くの困難を乗り越え長生きしたという知見があるため。この3つです。これだけではよくわからないと思うので、今紹介した理由について1つ目から具体的に解説していきます。とその前に、あなたは僕が動画の冒頭でやりたいことを見つけるだけでは不十分だと言ったことを覚えてますでしょうか。実はその理由は、たとえやりたいことを見つけられたとしても、そのやりたいことを実現するための行動ができないと、結局やりたいことがないという結論に至ってしまうからです。あなたはなぜこのような結論に至ってしまうのだと思いますか。その理由は、せっかく見つけたそのやりたいことを実現できないと自分自身で思い込んでしまっているからです。これを心理学の用語でフュージョンというのですが、このフュージョンの対策をしないと、たとえやりたいことを見つけたとしても結局やりたいことがないという結果に繋がってしまいます。フュージョンについての内容や対策方法についてこちらの動画で詳しく紹介しています。概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは話を戻して、価値観を明確化させることで今この瞬間からやりたいことを実現できるあなたになれるという理由を3つ紹介していきます。1つ目は、価値観につながるとはあなたの進みたい方向で終わりのない継続的な行動だからです。いや、どういうことって思いますよね。でも安心してください。とてもシンプルなことです。まずあなたにとってやりたいこととはどういうことをイメージしていますか。それをしていてやりがいや充実感を感じる、どれだけ続けてもずっとしていたいと思う、こんなイメージじゃないですか。ここで重要なのは、やりたいことというのは出世をするであったり目標を達成するといった何かの結果や状態ではなく、あなたの取りたい継続的な行動だということです。大切にしたい価値観というのはまさにこれで、イメージで言うと西、東など、私たちが進みたい方向と考えると分かりやすいです。何かの結果を達成することは難しいかもしれませんが、その実現したい方向であればいつでも進むことができますし、どこまで行こうと西や東はさらに向こうまで広がってますよね。だから価値観に従った行動は今この瞬間から実現可能、かつ終わりのない継続的な行動だということです。よって価値観に従った行動というのはあなたの人生を通してやりたいことになるということです。2つ目の理由は、価値観を明確化すると人生の困難な時期でさえやりがいを持って過ごすことができるからです。ここで言う困難な時期というのは、自分の達成したい目標を実現できていない時、心の問題でつまずいている時、うまくいっていない時、このような時期のことを指しています。もしかしたら今のあなたも困難な状況にいるかもしれません。この人生の困難な時期でさえやりがいを持って過ごせるとはどういうことかというと、大切にしたい価値観に従った行動というのはやりたいことであり終わりのない継続的な行動です。ここから何が伝えたいかというと、たとえ自分の目標が実現できていない、うまくいっていないという状況でさえも、あなたがやりたいことを価値に従った行動と定義することができれば、たとえ人生において困難な時期でさえもやりたいことを実現できる、つまり価値観に従った行動を選択することはできるということです。そしてそれだけではなく、価値観に従った行動というのは自分の人生に何の意味があるんだろう、自分にできることなんて何もない、自分に価値がない、こういった気分への強力な解毒薬にもなり、あなたが前に進むためのエンジンにもなりうるということです。3つ目の理由は、価値につながった人は長生きしたという知見があるためです。これは夜と霧という書籍を参考にしています。突然ですがあなたに質問です。あなたは体が丈夫な人と自分の大切にしたい価値につながった行動ができる人、どちらの方が長生きしたと思いますか。もう先に理由でもお伝えしたのでおそらく分かってしまったと思うのですが、これは
自分の大切にしたい価値に従った行動ができる人が長生きしたという調査があります。でも普通は体が丈夫な人が長生きしそうって思いませんか？価値に従った行動をすることは、あなたのやりたいことを継続して実現する行為であるということです。はい、ここまでを聞いてみると、価値観を明確する大切さ、価値観に従った行動こそがあなたのやりたいことになり、やりたいことを実現することは今この瞬間から可能であるということについて分かっていただけたと思います。じゃあもし私たちの日常生活の中で価値観に従った行動ができる人とそうではない人の間にはどのような考え方や行動に変化が出るのか、イメージしやすいように具体例を用いて一緒に理解していきましょう。皆さんよく考えてみてください。例えばここに新しい知識を学ぶという価値観を最も大切にしている A さんと、自分の大切にしたい価値観がわからない B さんがいたとします。2人とも仕事をしていて、契約が取れない、お客様から苦情を言われる、上司に怒られる、このような毎日を送っているとしましょう。ちなみに仕事が合わない、職場での人間関係、これは適応障害や心の問題に悩む原因としてトップレベルに多いものになります。話を戻しますが、 A さん B さんどちらも全く同じ出来事を経験したとして、どちらの方が困難を乗り越えられると思いますか？日々にやりがいを感じられると思いますか？これはもうあなたも気づいていると思いますが、答えはもちろん A さんです。なぜかというと、 A さんは新しい知識を学ぶということが最も大切にしたい価値観であり、その行動をすることが自分の人生で最もやりがいを感じる行動ということが分かっているので、なぜ契約が取れないのか、どうしたら契約を取れるようになるのか、苦情を言われたのであればなぜ苦情を言われたのか、どうすれば今後苦情を言われないようになるのか、上司に関してもどうすれば今後今言われた注意を受けることなく貢献できるようになるのかという、新しい知識を学ぶことに夢中になることができるからです。ほとんどの人にとって失敗をする、上司に怒られるという出来事はやりがいのある経験とはなり得ないですよね。しかし A さんにとっては新しい知識を学ぶ、やりがいや成長を感じる学びの機会であるということです。勘のいい方は気づいたと思いますが、これは仕事、恋愛、人間関係、ビジネスなど全ての分野において新しい知識を学ぶということは実現可能ですよね。このように全く同じ仕事や活動をしていたとしても、自分の大切にしたい価値観を明確化しているかしていないかで、その行動に関しても捉え方やモチベーションが全く変わってくるということです。ここすごく重要です。 A さんの大切にしたい価値観は新しい知識を学ぶということなので、たとえ他人からどう思われようとも、毎日がうまくいっていたとしてもうまくいっていなかったとしても、新しい知識を学ぶという価値観を実現することは可能です。言い方を変えると、やりたいことを実現することは可能であるということです。つまりこの例から何を伝えたいかというと、どんな現実や困難に直面していたとしても、新しい知識を学ぶなど自分の大切にしたい価値観に沿った行動をすることはどんな時でも可能であり、その行動は最もやりがいのあることで、終わりのない継続的な行動だということです。ここ大切なのでぜひ覚えておいてください。やりたいことを見つけて実現する方法、それはあなたの大切にしたい価値観を明確化して、普段からの行動を常にその大切にしたい価値観につなげるということです。やりたいことを見つける、つまりあなたの大切にしたい価値観を明確化するということは、適応障害の改善につながることはもちろんですが、あなたが今後の人生を歩むにあたって本当に大切なことで、たとえ困難な時期でさえもやりがいを感じる日々を狙って作り出すことができるようになります。あなたは今日全く同じ仕事や活動をしていたとしても、価値観を明確化しているかしていないかで、その行動に対する捉え方やモチベーションが変わってくるという知見を得ましたよね。そして価値観に従った行動をするということは、たとえあなたが困難に直面していたとしても今この瞬間から実現可能、かつ終わりのないものです。だからどうぞ、もしあなたが大切にしたい価値観を明確化できていないのであれば、今からできるアクションはまずは価値観を明確化するということです。そして普段から常に価値観に従った行動を取れる自分になるということです。あなたの価値観を分かりやすく明確化するテンプレートを無料配布しているので、概要欄から僕の公式 LINE を登録していただいて価値観と打ってください。もしやりたいことが分からない、今の活動にやりがいを持てないということでも、毎日にやりがいを持てるようになると思うので、ぜひ活用してみてください。最後にあなたにどうしても伝えたいことがあります。それは適応障害や心の問題の改善ということを、今この時だけの問題改善と考えるのではなく、もっと長期的な視点で考えることが
重要だということです。そして今法律的に克服することができればあなたの人生の可能性を大きく広げるかけがえのない経験になるということです。これはどうしてかというと、いわゆるメンタルは全ての行動の大元だからです。よく心身ともに健康でとかってよく聞きますよね。この心の方、つまり体の方は運動をしたり食事に気を使ったり気をつけている人も多いと思いますが、心の方、こっちについてちゃんと学んだり日々気をつけている人ってそんなに多くないと思いませんか？でも心身ともにとかそういう言葉があることからもわかるように、大切なことっていうのは誰にでもわかりますよね。心の問題に限らず、自分に自信がない、行動できない、進みたい道に進めないということも、全ての大元はメンタルです。もしかしたらあなたは自分に自信がない、自分はもう何もうまくいかない、自分は無価値な人だって思っているかもしれません。でも自信を持って断言しますけど、絶対にそんなことはないです。今あなたがどんな思いでこの動画を見ているのか、その理由をよく考えてみてほしいんです。適応障害で悩んでいるということに関しては、あなたが目の前の物事に真剣に向き合った証、この動画を見ていることに関しては、あなたが自分の悩みを解決しようと、少しでも前に進もうと行動した証ですよね。気持ちが落ち込んでいる時はどうしてもできない自分に目が向きがちだと思います。でもあなたには今できていることが本当はたくさんあります。あなたは少しでも自分を変えようとしている本当に素敵で魅力的な人だということを絶対に忘れないでください。現代社会のその構造上、適応障害という状況は不安を感じたまま復帰することも、自信を持って克服したと自覚した状態で復帰することも、どちらを選択するかは本人に任されています。でもぜひあなたには適応障害を克服するということを目標にしてほしくないです。本当にやりがいを感じる充実した毎日を送れる自分になるということを目標にしてほしいです。なぜかというと、適応障害と克服というのは過程だからです。本質的に心の問題を克服することができれば、その経験こそがあなたの人生の可能性を大きく広げるきっかけになります。適応障害、自分に自信がないなど、たとえあなたが悩んでいる状況だったとしても、それに向き合うことができれば、その経験は必ずあなたをより魅力的にする経験になるはずです。あなたは誰もが経験するわけではない痛みを経験しているからこそ、本当の意味で相手に寄り添うことができる魅力的な人なんです。あなたなら絶対に大丈夫です。一緒に前に進んでいきましょう。それではお知らせの後に、今日から実践をできるように復習をします。ぜひ最後まで見てください。こちらの公式 LINE では、3年以上行動継続することができず、メンタルの悩みを抱え適応障害になった僕が、3ヶ月で適応障害を本質的に克服して新しい挑戦に踏み出した方法の配信と、あなたがやってみたい挑戦や新しい仲間に出会い、毎日充実感を感じながら過ごすことができる一生もののスキルを身につけられる環境を用意しています。行動できない、継続できない、心が弱いという悩みを解決して、毎日が充実感であふれる自分になりたいと本気で思うのであれば、ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達追加をして LINE 限定配信を受け取ってみてください。そして他にもこのチャンネルでは、適応障害や心の問題を本質的に克服するという経験を通して、あなたの進みたい道に進むための役立つ知見を配信していきます。そういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは最後に復習をして、今日から前に進めるようにしていきましょう。今回はやりたいことがない人へというテーマでお話しました。やりたいことを見つけるには、まずはあなたの大切にしたい価値観を明確化することです。そして普段から常に価値観に従った行動を選択するということです。価値観に従った行動は、たとえ人生において困難な時期でさえも実現可能、かつ終わりのないものです。ぜひ実践していきましょう。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくださいましたら、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。今回学んだことをコメント欄にアウトプットするだけで確実に実践につながります。あなたが変わっていく一歩目として、絶対にコメント欄に学んだことをアウトプットしてみてください。次回も役立つ知見を見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。